あ、もしもし。あ、お疲れ。あ、お疲れ様です。さあ、挑戦状、俺やってない。あれ、95万点ぐらいですね。ちょっとやってなかったので、まあ引き分けどころか、まあ負けと。あ、そうですね、確かに。まあ、当初の予定では2人で点数調整全量して引き分けにしましょうみたいな感じだったけど、なんか気づいたら終わってたわ。あー、ちょっとそれは10日間言うやったのに、ちょっとそれは、はい、YouTuber として大丈夫ですか？大丈夫ないかな。ということで、まあ私は負けてしまったので、はい、ペナルティーを受けなければならないと。おー、12月さ、こっち来るんでしょ。何食べたい？おっと、これは、マジ何でもいいですか？はい、はい。あ、何でもいいですか？あ、じゃあちょっと調べます。調べます？ガチだこいつ。あ、じゃあこれで。何？じゃあ誠司さんの動画で探してたんですけど、はい、初駅さんが、はい、誕生日プレゼントで、それ屋さんたちにおごってもらった中で、誠司さんだけおごってないっていうのもちょっと、あれだと思って。サイロ。と思ったんで、はい、サイロで。サイロ。わかりました。じゃあ、12月にこっち来たとき、じゃあサイロのランチに連れて行きましょう。ありがとうございます。サイロね、オケピーで。あ、まあ動画はあげるから、カラミティ放送表の。了解です。はい、じゃあお疲れ。お疲れ様です。やったー。マジサイロか、オケピ。
じゃんけんポンポン、今日はじゃんけん勝てたかな、登校時間は夕方5時、俺の名前はセイジ、いつものおかしなエンディング。